どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はアメリカニューヨークに来ております。でこれからですね、このニューヨークから東京にですねフライトをね控えておりまして、これからねパッキングしてチェックアウトねしていきたいなと思います。今回ねこのニューヨークからですね東京を乗り継いでまた別の都市に行くっていう風になりますんで、今回はねこのニューヨークから東京路線ですねフライトレビューっていう風になりますんで、まあこれからねチェックアウトして空港を迎えたいなっていう風に思っておりますので、ぜひね今回の動画も楽しんでいただければなと思います。で今回ですねフライトが本来ね1時ぐらいのフライトだったんですけども、もうディレイが確定しておりまして、ね、2時間ディレイということで15時20分発ということで、本当はねこのホテルね8時ぐらいに出ようかなと思ってたんですけども、まあディレイ確定でもう遅れてるのがね分かっておりますんで、11時過ぎぐらいになったらね、今10時50分ぐらいなんですけども11時ぐらいになったらねチェックアウトして空港を迎えたいなと思います。ということでパッキングねいたしましょう。ではチェックアウトしていきましょう。これでとうとうニューヨークとも おさらばですね。非常に寂しいですね。廊下はこんな感じです、はい。まあ、普通のなんかビジネス系のホテルっていう感じですかね、うん、エレベーターが1機しかないんで。 Excuse me, sir, what room should I have? Hello, check out, yes. What room? Room 703. 3, thank you very much.ではチェックアウトして外出たいと思います。ということでチェックアウトいたしました。空港向かいましょう。ニューヨークは今日雨予報なんですけど、今のところ雨降ってないですね。このまま持ってくれると非常にありがたいです。ひとまず地下鉄の駅まではね持っていただきたいですね。このホテルねあれなんですよ、地下鉄の駅までねそんなに遠くないんで、歩いて 2,3 分の距離ねあって、そんなに悪くないですね、うん、アクセス的には。ここら辺に地下鉄の駅があるはずないな、ちょっと調べます。ちょっとね地下鉄の入り口が見つかんないんで、ちょっとバッテリーパークの中のね地下鉄の入り口まで歩きます。おーおーおー、あたあたあた、すごい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 、鳩がすごい、鳩がありました。ということでここあれですね、スタテンアイランドフェリーの乗り場です。こんな感じになっております。その脇にね地下鉄乗り場あるんで乗っていきましょう。ここはマンゴーとかいろいろ売ってますね。エスカレーターあるのかな。 ありますね、助かる。よいしょ。ではこれに乗って空港に接続されているね駅まで行って乗り換えたいと思います。はあ、よかった。ということでターミナル、12に到着いたしました。非常に新鮮ですね、今回ね、JAL で、東京に向かいますので、いつもね ANA なんでね、ターミナル12っていうのは、3年前のねダイヤモンド収容した以来ですね。はい、その時は最初ターミナル4に行って、あ実はターミナル1だったみたいなね、確かそんな感じだったと思うんですけど、その時はターキッシュエアラインだったので、まあ、今回はね JAL ということで、ターミナル1から、出国いたします。いやワクワクしますね。で今回ねもともとはねもちろんエコノミークラスでね発券しているんですけども、こちらはですね、3万マイルを使って、ビジネスクラスにねアップグレードさせていただいております。まあニューヨークから東京路線なんで多分50万ぐらいはするんじゃないですかね、ビジネスだったら。もうちょっとするかもしれないですね今だったら。はい、ということで楽しんでいきたいと思います。あ、もうここからあれなんですね、外を通らずそのまま行けるんですね、ターミナルの中に。ではね今ね12時半ぐらいで、もうね3時間前過ぎてますんで、もうチェックインできると思いますんで、JAL のカウンターね行ってチェックインねしていきたいと思います。それでは JAL のカウンターありました、ビジネスクラスのチェックインカウンターでチェックインしていきたいと思います。ここは普通にデスクがやってるんでしょうか、ちょっとそれもちょっと分かんないんでぼちぼち見ていきましょう。それで今チェックインをしていただいております。東京を乗り継いで次ね
タイのバンコクに行きますんで、まあ、ちょっと暴露っちゃいますけどですね、ちょっとねチェックインカウンターの人がねちょっと困ってるんで、ちょっと日本語を話せる方をね呼ぼうかな。あ、This is one Yes ちょっと今日本語を話せる方をね聞いてみてます。私がね英語が堪能だったらあれだったんですけど、多分私の予想、必要処理はワクパスと帰りのチケットがあれば多分大丈夫だと思います。あとあれがいるかもしれないですね、保険の証明書みたいなのがいるかもしれないですね、まあ、前回いらなかったんでこれねちょっとよくわかんないですけど、とりあえずチェックインお願いしたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。特にワクチンパスポート、まあ、3回目の接種証明書だけあればね、はい、OK ということで、パスポートはこれでチェックインすることができました。ということでセキュリティチェック等とね、行きたいと思います。ということでビジネスチェックインすることができました。このターミナル4ではですね、ビジネスクラスはセキュリティチェックの時にねごぼう抜きできるんですね。これはね ANA のターミナル8だったかな、はい、これ利用できないんで、これかなりありがたいですね。ですので10分15分ぐらいで、通過することができました。結構並んでたりね、ありがたいです。ということで今回ね6番ゲートということで、ちょっとねゲート見に来ましたけども、はい、6番ゲート到着です。はい、ということで、ひとまずですねこのターミナルにはエアフランスのラウンジが、指定ラウンジになっていると。でそれ以外にも、プライベートパスの、ね、ラウンジがあるという感じになっております。で残念ながらですねアメックスプラチナの、ラウンジはねターミナル4だったかな、はい、ということでセンチュリオンラウンジは利用することができません。ひとまずプライベートパスのラウンジねちょっと見に行きましょうかね。はい、ということで行きたいと思います。ということで、こちらゲート8と9の間にねこのプレミアクラスラウンジかな、はい、ここプラリーパスで入れるそうなんでちょっと行ってみたいと思います。では行きましょう。それではねラウンジ内入ってきました。こちらはフルーツとサラダロー、あ、美味しそう。あとサラダ、パスタ、お、生野菜もありますね、いいですね。あとパン、サンドイッチ、違うな、これはピタですね。お、カップヌードルがある。これは食べるしかないですね。昨日も食べましたけどあとこれは何だろう、お肉かな、ビーフって書いてあるんでお肉ですね。あと温野菜とチャーハンみたいなあります。あとトマトバジルスープ、あ、これも美味しそうですね。あ、アルコールは有料っぽいですね、はい、こんな感じになっております。でラウンジ内はねそんなに広くないですね。でこちらね Wi-Fi が無料という感じになります。あ、奥に PC がある、まあ、こんな感じですね。ということでいただいてまいりました。ちょっとこのお肉はどんなもんなのかちょっとよくわかんないですね。箸があったので箸でいただきます。あとこれはお水です。あ、美味しい。あの感じだと多分アルコールは有料なんじゃないですかね。うん、じゃああと聞いてみましょうか。うん、あ、このお野菜美味しいです。塩味がしっかり効いててお肉料理、うん、これ牛肉のバラを甘辛く煮た感じですかね、うん、美味しい。ちょっとねこの後エアフランスのラウンジが指定ラウンジなんでそこにもね行きますんで、これだけでねこのラウンジは済ましたいと思います。あとこのサラダロールみたいな結構ありますよねアメリカのラウンジ。いただきます。これはシーザーサラダドレッシングが間に挟んであるみたいなそんな感じですね。野菜がいっぱい取れていいですね、うん、よく考えたらソフトドリンクもないですね、うん、お水とコーヒーマシンはあるんですけどシリアルとかねコーラとかそういったものはないですね。あれなんかもうバーテンさんに注文するのかもしれないですね。ちょっとゆっくりして
エアフランスのラウンジね、行きたいと思います。ちょっとシャワーもね浴びておきたいんでね。ということでアルコールに関してはですね、ちょっと写真出しておきますけども、ビールとかね、ジンとかウォッカとかね、そこら辺は2杯まで無料みたいですね。であと、ウイスキーとかそういったものはちょっとね写真参考になればと思うんですけども、そういったものは、有料という感じですね。ですのでビールとかね2杯まで無料って言ってましたので、制限はあるもののアルコールもね無料で利用することができます。まあそういった感じですかね、はい、ということでこれ食べてねちょっとゆっくりしたいと思います。それではソフトドリンクないなと思ったら奥にねありましたね、はい、この下の冷蔵庫にコーラとか、ジンジャーエール、スプライト等々は入っておりますね。でこちらにね上の方に お水とかシリアル、バナナとかねコーヒーマシンがあります。でシャワーもねついてるみたいですね、はい。ということでこちらエアフランスのラウンジですね、はい、やってまいりました。 JAL の指定ラウンジになっておりまして、 JAL のマークもねありますね。では行ってみたいと思います。それではエアフランスのラウンジ入ってまいりまして、まずねシャワールーム、利用していきたいと思います。はい、でシャワールームね結構広いです。こんな感じになっておりまして、まあアメニティは一切ないですね、はい、アメリカらしいティッシュとドライヤーだけですね。あとお手洗いがあって、でっかいこれはゴミ箱かな、違いますね、これはお洋服入れておくとこかな、ちょっとわかんないですけども、でっかいボックスがあります。でこちらにシャワーがねある感じです。固定式のシャワーが一つだけで、右下の方にね多分あれがシャンプーリンスだと思われます。ということでひとまず入ってラウンジ内ね戻りたいと思います。はい、ということでシャワーから上がりました。いやこれからね14時間半のフライトを控えておりますんで、シャワー使わせていただいてありがたいですね。若干クローズしてるんじゃないかと思ってビビってたんで良かったです。ということでラウンジの方ね行きたいと思います。ということでラウンジの方に戻ってまいりました。飲み物はすごいですね、ビールとかいろいろありますね、ビール、コーラ全部ありますね、はい。ビールはハイネケンですね、はい。あとこれはビールじゃないのかな、ちょっとわかんないですね。あとワイン、お、シャンパンもある、すごい。このシャンパンがあります。あとカクテル類もある。あとコーヒーマシンですね。でこっちにスナックです。うわポテチとかあるんだめっちゃ美味しそう、はい。あとはリンゴとか、 あとホットミールですね。これは何だろう、お肉とお野菜っぽいですね。これはチキンかな、特にあのメニューとかは書いてないですね。よし、あとパスタ、これはチャーハンで、これはアスパラですね。あとお野菜とフルーツがあります。エアフランスのこれはペーパーナイフとかですね。あとナッツがあります。以上ですかね。あとこっちにお水がありますね。いや非常に汚いな、何があったんだっていうぐらい汚いですねこれはやばい、見ない方が良かった。ということで先ほどね軽くいただきましたので、まあ、ここではね、はい、コーラいただいてびっくりしたいと思います。ちょっとねこのラウンジね清掃があれなんですかね、人手不足なのか清掃は全然されてなくてめちゃくちゃ汚いですね。今やっと今後ろに製造の人が入ってきましたけど、ここの裏とかやばいですね、どうやったらそんな汚れんだっていうぐらい汚れてる。うん、これはちょっとね JAL の指定ラウンジになってるとしてはちょっとね残念としか言いようがないですね。よいしょ、ではコーラいただいて搭乗までねあと1時間ぐらいありますんでちょっとゆっくりしたいと思います。ということで出発までねあと30分以上あるんですけども、あのこのターミナル4のねラウンジなんですけども、プライオリティパスで入れるラウンジはね全部で2つあるのかな、3つか、
一応このねエアフランスのラウンジもね時間帯によっては入れるんですよ。3年前にねここを利用しました。その時とねちょっと雰囲気が変わってる感じですね。昔アイスとかもあった気がするんですけど、まあ変わったんですかね。であとね先ほどのラウンジとあとねルフトハンザ航空のラウンジもここにあるんですよね。これ不思議なんですけどこのターミナル4っていうのはルフトハンザと JAL とコリアンエアとエアフランスが就航している、まあ発着しているっていう感じで、あのルフトハンザもねこう使ってるんですよね。ですんでスターアライアンスゴールドのラウンジみたいな感じでルフトハンザのねビジネスクラスラウンジもあるんですよね。それもね前回4年前です、3、4年前ですけどね、利用いたしました。でそこもですねプライオリティパスで入れます。ですけどもなんかね時間帯によって入れないみたいな、2時から5時だったかな、だから時間帯によって入れなかったり、このねエアフランスのラウンジも午後の11時だから入れるとかね、確かそんなだったと思うんですけども、まあ、そういった感じでね一応このラウンジもねプライオリティパスでね入ることができます。まあでも食事内容とか混雑具合とか見てるとどうでしょうね、広さはねこのラウンジ結構広いんですけども、はい、ルフトハンザ航空のラウンジの方は多分でかいですね、うん、これの多分 1.5 倍ぐらいあった気がします。でシャワールームねそこはねすごい良くて、前回利用した時なんかブランドもののねあのアメニティみたいな、そういったのもね利用させていただいた覚えがありますんで、まあ、利用できるんであればねそっちの方がいいかななんていうふうに思いました。で先ほど言ったねラウンジに関しては、まあそこはね食べ物は結構種類が多いのとカップラーメンとかもありましたんで、まあ、お酒はねこっちは完全フリーなんですけど、さっきのラウンジは、まあ、2杯までとかで、ね、制約があったんで、まあ、そこら辺は好みによるかなっていうところですかね、うん、まあでもね、まあ、プライオリティパスで入れるラウンジもね結構たくさんありますんで、ターミナル4もねプライオリティパス持ってるとね結構いろいろ楽しむことがねできるっていった形になります。はい、そんなもんですかね。ひとまずあともうちょっとねゆっくりして搭乗を迎えたいなと思います。もうね JAL の飛行機ね先ほどのラウンジからここだったかな、いや違うな、さっきのラウンジから見えたんですよね。ですんで一応ディレイはしてるけど、まあ、整備に時間かかってるのか、うん、まあ清掃等々もありますしね、はい、飛行機自体はねもう先ほど到着したんで多分ね3時5分の搭乗はね多分できるんじゃないかなと思います。私もね羽田で乗り継ぎますんで、まあ今回2時間ぐらいディレイしたんですけど、それは別に全然構わないんですけど、それ以上ねあのディレイしていくとちょっと私のねあの乗り継ぐ便もねちょっと危うくなってくんで、このまま飛んでほしいですね、はい、ということでもうしばらくここでゆっくりしたいと思います。ということで搭乗時刻ねなりましたんでゲートの方向かいたいと思います。やはりアメリカのターミナルということでほとんどやってますね、はい、逆に閉まってるところの方がないんじゃないですかね。そんなに大きいねターミナルじゃないんですけども、うん、閉まってるお店はなさそうですね。あ、本当もう全部開いてますね、うん、ということでじゃあちょっとゲートの方まで行ってゲートの前でゆっくりいたしましょうかね。いやー本当にめちゃくちゃ人がいていいですね、活気があって、はい、ということでちょっとゲートの前でね待ちたいと思います。ということで本日乗る機体はこちらですね。ちょっと柱があったあれなんですけども、ワンワールド塗装のね機体ですね。いやめちゃくちゃかっこいいですね。ということでここら辺でもうしばらく待ちたいと思います。ということで搭乗はね開始いたしましたので搭乗していきたいと思います。今回ねビジネスクラスということでめちゃくちゃ楽しみにしております。JAL のビジネスクラス、今回ねフルフラットシートの JAL スカイスイートなので今回初めてですね。ということで楽しんでいきたいと思います。ということで今ねご挨拶をいただきました。で無事搭乗もいたしまして今回ですね、トリプルセブン
私300ですね。はい、ということで今回 JAL スカイスイート、こちらですね、座席となります。私初めてのこのフルフラットシートのビジネスクラスですね。はい、ということで、私はね ANA のねビジネスクラスはね結構何回も乗ってきたんですけども、この JAL のビジネスクラスっていうのはあれなんですね、座席配列が232なんですね。確か ANA は121だったと思いますんで、この座席の方がね、座席数は多いっていった形になるんですね。いや、これは知りませんでした。はい、ということでこんな感じのねフルフラットシートになる座席となっております。こういうねシートの説明も全部載っておりますんで、いいですね。はい、結構ね使い方は分かんなかったりするんですけども、これがあれば、はい、バッチリ分かりますね。で、中にはですねこういったエチケット袋であったり安全のしおり、あと機内 Wi-Fi、 これは行きにもありましたね。はい、あと JAL スカイショップで、スカイワードですね、こちらはアメリカユタ州のやつですね。で、あるのはクッションとスリッパ、あと掛け布団とヘッドホンとアメニティですね。これも後で開けていきましょう。非常に可愛いですね。どっかのブランドもののやつでしょうか。あとメニューがドリンクメニューと飲み物メニューですかね、2つ来ております。あとお水がね備え付けて1個いただけてる、ありがたいですね。はい、ということで初めてのビジネスクラス楽しんでいきたいなと思います。いや、いいですね。で、ビジネスクラスの窓は3つですね、利用することができて、本当にこの窓側の座席は本当にね窓にぴったりついてますんで、本当に外のね景色が十分楽しめる座席になってますね。これは本当に景色見られるの好きな方は本当に近くていいと思います。しかもまさかのこの向かいに止まってる飛行機、ルフトハンザのボーイング747ですね、ジャンボですね。うわ、すご初めて見た。いやー、嬉しいなー。いや、これねいつか乗ってみたいと思ったんですけど、まだ乗ったことはないですけども、いや、見れるだけでめちゃめちゃ嬉しいですね。ちょっと機体はかなり汚れておりますけども、2階建てのね先端がちょっとふわっと大きくなっている飛行機ですね。日本の航空会社はもう持ってない機材になりますね。これは嬉しい。そう、ニューヨークからね、JFK からどこだっけな、ヒースローだったかな、はい、飛んでるんですよね。これ乗りたかった、いつか必ず乗りたいと思います、ルフトハンザのね。これもねファーストクラスがある機体っていう風になりますんでね、いや、いつか乗ってみたいです。このタイミングで会えると思ってなかったですね。いやー、でもこうやって見るだけでやっぱりめちゃくちゃでかいですね。いやー、先端までちょっと見たかったですけども残念ですね。で、座席はこんな感じになっておりまして、正面にねモニター結構大きいですね。はい、モニターがあって、で、右にねコントローラーがあります。で、このね232の座席になっておりますので、ここにねもう1個座席が隣にあります。ですので離発着時はねこの右のドアが開いていて、このガードは離陸後に上がるっていう感じですね。はい、そんな感じになっております。まあ、ここはね足が伸ばせる、まあ、フルフラットのね足の部分になる感じですね。で、下に荷物入れがあってっていう感じです。で、ここにねリクライニングのボタンがありまして、ここに AC のコンセントがあります。多分ここですね、ここに USB ポートもついておりますね。はい、こんな感じになっておりますね。まあ、こういった感じでね、通路に、ね、アクセスできるようになっております。おそらくねビジネスクラスも満席の表示だったんで、多分ほとんど埋まるんじゃないですかね、これから。もしくは開放してなくて空席が結構あるのか、ちょっとこれはね分かんないですね。私が見た感じだとかなり空席は埋まっている感じでしたね。ということで、もうしばらくね飛行機午後まで待ちたいと思います。いやー、非常に快適に過ごせそうですね。いや、まさかね232の座席っていうのはね知らなかったので、これはいいですね。特にねこうやって座ってる状態で右を向いてもですね、中側の座席のね方と、まあ、ギリギリ目が合うか合わないかぐらいで、お隣さんとはね全く目が合わないんですね。これもちゃんと設計されてるんですね。これはね本当にすごいですね。ですね、こう座っててお隣さんと目が合って気まずいみたいなのは一切ありません。これはすごいですね本当に。
ちょっとね、あの232の座席を知って、もしかしたらお隣さんと目が合うのかなとかね、結構思ってたんですけども、そんなことはね、一切ないですね。今こう横を向いてもお隣さんとは目は合わないっていった形になります。奥の真ん中の通路側の座席の人と目がもしかしたら合うかなぐらいで、でもまあ頭つけてね、こうやって見てたら絶対多分合わないと思うんで、これはね素晴らしいですね。ANA のねザルームとかも完全個室になりますけども、この離発着時っていうのはねドアが開いてるんで、正直ねお隣さん、まあ、真ん中の座席のお隣さんとねちょっと目が合ったりねする部分あるんですけども、これはね本当にすごいですね。ということで、もうしばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。ではちょっと時間がありますので、アメニティ開けていきましょうかね。あの明るい時間帯にね開けた方が皆さんにねお見せしやすいと思いますので、こんな感じになっております。ポーチになってもいいですね。私も奥様にプレゼントしようと思います。中にはティッシュと歯ブラシですね。これは多分お手洗いにもあると思います。で、耳栓など、メイションカツネパリっていうブランドみたいですね、このポーチ自体が。で、あとアイマスクとマスク、いいですね。はい、中身は以上ですね。こういった感じのアメニティセットとなっております。これかわいいですね。はい、妻が欲しがれば差し上げたいと思います。多分いらないって言われると思います。はい、こんな感じになっております。ということで、ウェルカムドリンクいただきました。せっかくなんでね、シャンパンでいただきたいと思います。それではいただきます。うまいっすね。になっていくと、ああ、よいしょ、こういった感じですね。いやー、いいですね。ちょっと枕とあれをセットしてみましょうか。ちょっと私自身が映ってるかどうかわかんないんですけど、こんな感じで楽しめるという感じですね。いやー、これはいいな。本当になんかホテルのベッドに寝てるかのような。いや、やっぱりあれですね、
保湿感がすごい強いです、うん、これはいいですね。めちゃくちゃいいです。ではね、寝てる目線からだとこんな感じになりますね。今ね、私本当に足伸ばしているんですけども、向こう側のね、あの座席には足が届かない感じになっておりますね。めちゃくちゃいい。ちょっと寝るのが楽しみになりましたね。はい、ということで、ちょうど真上からね見るとこんな感じですね。いかがでしょうか。もうめちゃくちゃこの左右のねゆとりも非常にありますんで、いいですねこれはいい。後でねぐっすり休みたいと思います。それではですね、今ねこんな感じでカーディガンをね配っていただいております。まあ、機内でね肌寒い時にこんな感じで着れる感じでいいですね。よいしょ。これはね、あのもらえるわけではなくて、レンタルでね利用することができる感じです。どうでしょうか。肌触りも非常にいいんで。前回デリーから東京に来た便でビジネスクラスでカーディガンお借りさせていただきましたけども、その時とちょっとカラーが違くてまたいいですね。はい、まあ、こういったサービスもねあります。 ANA の場合だと、ビジネスクラスだとね、いただくことはできないんですけども、パジャマをね利用することができるんですよね、レンタルで。まあ、そういったサービスはね JAL はないみたいですね。はい、こんな感じになっております。いや非常にいいですね。ということで機内食がね開始になりました。まずこちらシャンパンロゼいただきまして、こちらですね、はい、こちらはオリーブですね、はい、オリーブとアーモンドとクルミです。じゃあいただきます。離発着の時はね入れることはできないんですけども、まあ、あの布団とか枕とかねビニール袋とか買ってるじゃないですか。まあ、そういうものをね私は入れてるんですけども、まあ、ここにねあの入れるところがありますんで、このね窓側の座席はねあの木漏れ入れみたいなものはないんですよね。ですんで、まあ携帯はまあそんなに入れる人いないかもしれないですけど、充電器とかね、まあ、そういったのが小物をね一時的に置いとく場所がないんで、はい、まあ、先ほどまでヘッドホンのここに入れてたんですけども、まあ、そういった感じでね、まあ、ちょっとここにね小物入れがあってね結構びっくりしたっていう話でございます。覚えておくともしかしたら使う機会があるかなと思いました。はい、そんな感じです。ということで連載が来ました。ちょっと遠いんでね写真載せておきますけども、こちらはですねピーマンとクレソンのおひたし、もずくのゼリー寄せ、カサゴの南蛮漬けで、こちらが冷蔵麺のビビだしジュレ、蒸し鶏の、蒸し鶏オクラエビの卵焼きで、アワビと冬瓜の炊き合わせという感じになっております。こちらが一応ね彩り御膳の前菜という位置になると思います。ということでいただきます。あとね2杯目は綾鷹にしました。ではいただきます。まずピーマンのおひたしいただきます。優しいお味で美味しいですね。もずくいただきます。こちらが、これは笠原の南蛮漬けですね。美味しいですね。でこちらはそうめんですね。ちょっとエビだけ外していただきましょう。いただきます。美味しい。こちらはアワビと冬瓜の炊き合わせです。
らお味噌汁ですね。あとこちらね、ビーフステーキとウニ大根おろしと平均だらの煮付けということで、いただきましょう。いや、こちらもめちゃくちゃ美味しそうですね。ADA は決まってたと思うんですけど、
ですね、なんとこれ、ここもちょっと綺麗に映ってるかわかんないですけども、これね、食事お飲み物っていうボタンがありまして、これでね、食事頼めるんですよ。だからわざわざ支援の方呼ばなくても、これに打ち込めば食事も飲み物もね、注文することができるということで、これはね、めちゃくちゃ便利ですね。ということで、ニューヨーク特製鴨丼塩だれいただきましょう。うどんで使えるの食べたい。こんなに食べれるから。あ、美味しそう。はい、ということで、この2つを、あと飲み物を、あやたかにしようかな。ちょっと食べ過ぎで飲み過ぎなんで、体すこやかちゃダブルにしましょう。さっきからこれにすればよかった。ということで、これで注文したいと思います。ニューヨークの鴨丼とうどんですかいとほうじ茶、体すこやかちゃダブルで注文。いや、これいいですね。これいい。めちゃくちゃいいです。ということで、ちょっと到着を待ちましょう。では来ました、体すこやかちゃダブル。あとこれがうどんですかいとニューヨーク特製カボ丼ということで、めちゃくちゃ美味しそうですよ。ていうか、ちょっと器がめちゃくちゃ熱い。めちゃくちゃ美味しそうです。わさびとかね、こういうのもついてくるんですね。ではいただきましょう。いや、サイズ的にもね、小さめサイズでいいですね。うどんで使いもね、レギュラーのカップラーメンサイズではなく、すごい小さめのカップうどんでいいですね。じゃあいただきましょう。蓋に七味唐辛子もついて入れちゃおう。
滞りなく乗れればですね、これでね JGCC がね完了っていった形になります。いやー非常に簡単でいいですよね。これが海外路線のねいいところですよね。だから本来これが2倍キャンペーンになっていなければ、まあ、これはね、2周する必要があるわけなんですけども、まあ、今回ね2倍キャンペーンやっているということで、まあ、これでね、1回往復するだけで JGCC を完了っていった形になります。で今回のねこの東京ニューヨーク路線、まあ、ニューヨーク東京路線ですね、まあ、こちらね2倍分入れて 13,846FOP 獲得できているということで、今回ねエコノミークラスの W クラスでね、発見しております。それを2万マイルでビジネスクラスにアップグレードしているわけなんですけども、やはりねエコノミークラスからたった2万マイルで、あ、3万マイルか失礼しました、たった3万マイルでねビジネスクラスにアップグレードできるっていうのはやっぱりめちゃくちゃいいですよね。はい、ということで、私の計算がね多分合ってると思うんですけども、まあ、これでね滞りなく乗れれば東京からバンコク乗り継いで、まあ、JGCC はね完了っていう形になります。いやー簡単ですねということで、あとね到着まで2時間半ぐらいっていう風になりますんで、ちょっとね、仕事の方をねして到着ね迎えたいなと思います。ということで、まもなくね羽田空港に到着いたします。いや本当に今回ね初めて JAL スカイスイートビジネスクラスで、ね、利用させていただきましたけども、いやビジネスクラスもいいですね。めちゃくちゃ良かったです。ということで、外はねこんな感じになっております。エンジンが綺麗に出てね非常にいいですね。今回ね QA という座席で乗り込みます。無事羽田空港国際空港に到着いたしました。今回もね乗り継ぎっていう風になりますので、おそらく一番最初に出て国際線乗り継ぎに、ね、行けるのではないのかなと思います。現地時間は今6時だったかな、はい、6時9分ということで、次の出発までね、6時間ほどありますのでゆっくりね乗り継ぎできると思います。ということで無事羽田東京国際空港に到着いたしまして、乗り継ぎも済みまして、今ね制限エリアの方に入ってまいりました。ということで今回ですね JFK 空港から東京羽田までですね JGC 修行でワン区間乗らせていただきました。いやー JAL のスカイスイートめちゃくちゃ良かったですね、本当にめちゃくちゃ良かったです。前回ファーストクラス乗りましたけども、ビジネスクラスもめちゃくちゃ良かったですね。ということで動画ねここで一旦ね途切らしていただいて、次ね、ここから東京からバンコクの方にね、また JGCC の、ね、続きでいきますので、そちらね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。